皆さんこんにちは、リリです。今回は、2024年春に出版させていただきますある視点というですね、書籍があるんですけれども、そちらのですね、ワークショップについてのお知らせになります。4月の21日日曜日の14時から、ワークショップを行わせていただきます。で、ワークショップの内容は、ある視点、今回出版させていただくある視点というですね、本についての、裏話、そのワークショップだけでちょっとお話しさせていただく、どうやってこの本が生まれたのかだったり、どうしてこのテーマにしようと思ったのかっていう内容だったりとか、あと実際の実践ワークっていうのがある視点の本の中には含まっているんですけれども、その、実践ワークっていうのをですね、ぜひ皆様と私が誘導してですね、より深く行って、で、皆さんの実際の実践のですね、参考になればということで、そういった時間も設けています。で、あとはですね、ナチュラルスピリット社さんの方から、ご提案いただいて、サイン会と、撮影会、私リリと、2人でですね、ツーショット撮影っていうのを皆様と行わせていただければと思います。で、時間としては、14時からで、13時45分から受付が開始されまして、で、終わるのは 2、3時間、そのサイン会と撮影会が終わり次第という形になるので、だいたい2時間半から3時間ぐらいを予定しています。なので、17時ぐらいに終わるというふうに考えていただければ、大丈夫かな、余裕を持って大丈夫かなと思います。で、そのある視点の誘導ワークっていうのが、どんなものなのかというのをちょっと今回簡単にご説明させていただければと思うんですけれども、ある視点っていうのはですね、悟りの視点、キリスト意識って言ったり、宇宙意識って言ったり、根源の純粋意識って言ったり、人によっていろんな表現方法があると思うんですけれども、その、神の意識、神我の意識から世界を見たらどうなるかっていうのが、まさにこのある、私はあるっていう、その神の意識の視点っていうので、今回ある視点っていうものを、テーマに本を書かせていただいてるんですが、その神の視点、ある視点に、非常に簡単にですね、皆様が行ける、その視点から世界を見れるための実践ワークとなっています。で、簡単っていうふうに強調した通り、本当にですね、5分10分もあればですね、実践できるワークでして、でもですね、すごくパワフルで、自然にですね、深い慈悲慈愛の心っていうのが芽生えるような、そんなですね、無条件の愛の意識に、皆様を導くワークが本の中には、収納されています。で、その実践ワークっていうのをよりですね、ずれずに、こうちょっとエゴのね、視点にこう邪魔されずにですね、よりスムーズに実践できるように、今回のワークショップではですね、何名かの方募集させていただいて、実践ワークっていうのを実際に会場でですね、リアルタイムでやらせていただければと思いますので、ぜひそちらもですね、お楽しみにしていただければと思います。はい、そういうわけでですね、今回のワークショップの内容といたしましては、出版に関してのお話、ちょっとね、プライベートな裏話だったりも含め、プラスですね、ある視点、実践ワークの、デモンストレーションっていうのを、2、3人の方を、実際にですね、お招きして、行わせていただいて、で、その後ですね、ご購入いただいた本にサイン、そして、撮影会っていうことを、撮影会っていうのが、主な内容となります。それではですね、会場で当日皆様にお会いできることを心より楽しみにしています。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。4月21日に東京の会場でお会いしましょう。それでは。